2021年7月1日時事通信社が、イギリスのフィナンシャル・ザ・タイムズが、アメリカ海軍と日本の海上自衛隊が、南シナ海及び東シナ海で共同演習を実施していて、台湾有事を想定したものと思われると報じていると伝えた。この共同訓練は、机上演習なども実施されて、一部の演習や訓練には、最高機密扱いのものも含まれると、複数の関係者が語ったとしている。今回も詳しく見ていきますが、あなたの知らない世界があります。しかし、このイギリス紙の報道を見る限りでは、日米の演習が現在進行中ということではなく、トランプ政権時代から南シナ海と東シナ海において、共同訓練や演習を実施してきたと語っていて、どうやら、現在進行形ということではなさそうである。アメリカ海軍第7艦隊の空母、ロナルド・レーガンは5月19日に、横須賀基地を出港していて、洋上で活動中であるが、一方の護衛艦、いずもは、2021年6月25日現在では、ジャパン・マリン・ユナイテッド磯子工場での改修工事を終えて、横須賀基地に戻り試験航海中のため、アメリカ海軍との共同演習に参加しているとは考えにくい。また、時事通信社の記事に添付されている防衛省海上幕僚部の提供とされている空母ロナルド・レーガンと護衛艦いずもが南シナ海で共同演習中として両艦が並んで構想している写真であるが、いずもの甲板上をよく見ると、先日来の改修で甲板上に塗られた F-35B の滑走用ラインと思われる黄色い縦線が見当たらず、少なくとも、いずもの改修前の写真であろうと思われる。また、最高機密の共同演習で、このような写真を公開することが、ありえないことから、やはり、このイギリス紙の記事は、ここ最近の、アメリカ海軍と海上自衛隊の動きを総括したものではないかと、想定されるのである。イギリス紙の記事の中では、自衛隊とアメリカ軍は南シナ海で、災害救援訓練と称した共同演習を実施したと、あるが、そのような事実はなく、おそらくは日本国内で実施された共同の災害救助訓練と、2月に尖閣諸島近隣で行われた物資投下訓練などを誤認しているのではないかと思われる。ところで、その中国であるが、2021年7月1日に北京において、中国共産党創立100周年を記念する式典が開催され、その中で、習近平共産党総書記、国家主席は、中国軍のさらなる軍事力増強を宣言したほか、台湾の独立を目指す、いかなる企みも必ず粉砕すると、強調して、台湾統一への意欲を表明した。習近平国家主席は、台湾問題を解決して、祖国を完全統一することが、中国共産党の任務であり、中国全人民の願いであると述べた上で、台湾海峡を挟む両側の同志は、すべてにおいて団結して、協力をしながら、前進するのみであり、いかなる台湾を独立させようとする企みを断固として粉砕しなければならないと、全人民に向けて訴えた。
この習近平国家主席の演説を受けた台湾で対中政策を所管する。大陸委員会は、中国共産党は一定の経済的発展を遂げているように見えるが、人々に自由を与えず踏みにじる危険な体制であると断じて、中国共産党に対して民主主義の受け入れを求める声明を出した。さらに、中国共産党は過去から今日まで意思決定におけるミスを繰り返しており、その有害な行動が台湾海峡をめぐる安全保障に対して深刻な脅威となりつつあると指摘し、2300万人の台湾市民は中国共産党による一方的な一つの中国論を否定するとした上で、中国共産党は直ちに軍事的恫喝を中止し、台湾と対等な立場に立って交渉をすべきであるとしている。この台湾問題を香港と同じと見ているか、あるいは中国が周辺の独立国家を併合しようとしているなどの誤った捉え方をしているコメントをインターネット上で見受けるが、全く違う、もっと複雑な問題であることを認識しておきたい。そもそも、台湾は、その成り立ちにおいては、香港やマカオのように割譲された。領土ではなく、現在の中華人民共和国と違うもう一つの、中国、中華民国なのである。第二次世界大戦で太平洋戦争が起こる前、日中戦争よりも満州事変よりも以前に、中華民国は中国を代表する国家として存在していたが、中国共産党との内戦が続いていた。やがて満州事変から日本の支援で満州国が設立され、盧溝橋事件をきっかけに日華事変が勃発し、日本と戦争状態になり、日本が南京に国民政府が樹立されたことをきっかけに、中国共産党と手を結ぶ国共合作第二次が成立したことで、日本に宣戦布告し、連合国として参戦した。終戦後、主要戦勝国の一つとして国際連合設立に貢献。日本が中華民国に返還した台湾に進駐して実効支配を開始した頃に、国境内戦が激化、アメリカの支援打ち切りや中国共産党がソ連の支援を受けたことなどにより次第に劣勢となり、1949年10月にはついに中国共産党が中華人民共和国の樹立を宣言したのである。蒋介石率いる国民党による中華民国政府は、首都であった南京を中国共産党に実効支配されたことから、台湾の台北に臨時首都を移し、台湾島地域と金馬地区、南シナ海の東砂諸島を実効支配する国家とした。その後の東西冷戦下の米ソの駆け引きによって、国際連合における中国としての代表権が中国共産党による中華人民共和国に移されたことにより、中華民国は国際連合を脱退し、アメリカが中華人民共和国を正式に承認するに至って、日本を含む西側諸国が次々に中華人民共和国を承認し、中華民国と断交することになる。その後、中華民国は国民党による一党独裁から複数政党と大統領制の民主共和国に変化を遂げ、世界の主要国と国交こそないものの外交関係を築き、
今に至っているのであるが、2021年現在で中華民国を国家として承認しているのはバチカンやパラグアイなど16カ国のみである。このように台湾は中国に返還され、中国の一部となった香港とは全く異なる情勢下に置かれていて、1966年には現在の状況に近い台湾海峡危機が発生したほか、一時は中華人民共和国との協調路線が進むなど揺れ動いている。2020年代に入ってからは頻繁に中国空軍機による防空識別圏侵入が繰り返されるなどの挑発行為の中で、先日の習近平国家主席の演説があり、さらに軍事侵攻の危機感が高まる台湾であるが、その軍事力を装備面だけで見れば増強に次ぐ増強で膨れ上がる中国には到底かなうものではない。中華民国正規軍は約21万人程度で、海軍は駆逐艦などの水上艦艇24隻、潜水艦4隻で、いずれも旧式のものばかりで、アメリカ軍の支援なくしては、中国人民解放軍の侵攻をいいと許してしまうであろうと思われる。しかしながら、予備役として、有事に動員できる兵力は約180万人とされていて、人民解放軍が上陸を果たしたとしても、台湾本土内ではかなりの損害を覚悟しなければならないであろう。それゆえに習近平国家主席が威勢のいい演説をしたとしても、それを実行に移すかどうかは微妙であり、さらにアメリカと日本を中心とした西側諸国が結集して対抗することで、台湾侵攻への抑止力となる可能性は十分にある。